Welcome to 京都、Welcome to 夢屋八幡 TV。 本日は白峰神社に参っております。崇徳上皇と順仁天皇をお祭りする神宮ですね。白峰神宮です。本で散った天皇の霊を慰めるために明治天皇がお建てになったということです。明治天皇は2人おったということですね。東京に行ったのに、東京に建てるのになぜ京都に建てたかということです。非常に立派な神社で、蹴鞠で有名でして、飛鳥系ですかね、蹴鞠の。今日はサッカー日本チームが頑張って勝利したので素晴らしいことだと思います。これが宮中にあります左近の桜と右近の立花ですね。サッカー日本チームを応援しております。こちらで蹴鞠をされます。保元の乱で崇徳上皇は散りましたので、それを共に戦った源の為義と鎮西八郎為朝を祀っております。崇徳上皇ですね。非常に武道に優れた方だったようで、もちろん源氏の為義と為朝で武道の神様をお祭りしております。こちらの拝殿というんですかね、武道の演舞をされる時があります。非常に格式の高い神社です。順仁天皇は例の後見天皇、聖徳天皇ですね、女帝の伊賀の同居に異を唱えて
多いから脅されて調査してますよね。でも非常に優れた天皇だったようです。深いですね。水がきれいです。向かって右が左です。向こうから天皇の方から見て左ですね。こちらは桜で立ち花と、まあ、畑、畑と諸々別市の関係みたいなものですね。ここで武道が演舞されるときあるんです。神宮と書くのをと言われるのは格式が高いです。基本的に神宮と言ったら伊勢のことです。手まりの神社です。由緒書きです。それでは散策、今日の散策、白峰神宮、これで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。